様、そろそろ準備が整いました。はい、飲む人は飲む、そして立ち上がる人は立ち上がる、もうとにかく楽しんでってください、皆さんね。そんなわけで MOCF2018 今日最後の出演バンドとなりました。6番目を飾るのは片山の皆さんです。どうぞ。
なんかいるんだけど、すげえ楽しみにして、うちらね片山っていうバンドもね、あの今2大ドームツアー中で、まあ初日は8月4日の新浦安イオンドームでしたっけ、初日をね結構いい感じで迎えてね、今日最終日なんだけど、みんなもう今日千秋楽だからさ、みんな立ってさ最後まで盛り上がっていこうぜ。で次の曲はね、なんか個人的にすげえ思い入れのある曲で、俺の中で絶対外れないという曲を送りたいと思います。いつも Nobody と耳を塞いで、何もかもに唾を吐き増えて街を飛ばし続けて、出てきた時は高島孫さんの鼻と置いてあったと思うんだけど、
ガチで週だからその高橋真子ちゃんの曲を送るぜ。素敵なメンバー紹介するぜ。まず今回のバーマスです、オンドラムス、でね、今回ね、スイーツもねすごい、スイーツ作りもうまくてね、この間なんかマフィンとタルト作ってきてくれて最高でした。いつもね優しくてよくしてもらってます。紹介します、オンドラムまさに。続きまして、オンベース、今すごい、あれ大忙しの彼女で、今回ね、この片山っていうバンドでこうベース弾いてくれてるんだけど、赤坂プリンセスっていうね、なんかあプリプリのね、コピバンのベーシストでもあり、俺ちょっとダメで、今度ね、
ビートポニーっていうバンドの、ね、ベースでもあり、あれ、ボーカルの方ですよね、なんか、いろいろ仲間が来てくれてるんだけど、今回ね、来月も、下北沢でライブやるんで、みんな下北ライブ、応援してやってください、赤坂プリンセス。ウェブで調べれば赤坂プリンセス出てくるんで、こう。で、あと11月、名古屋もやるんでね。名古屋からオファーも来てます。そんな、大忙しの感じ。オンベース、やっちゃん。今全国なんで、続きましてオンギター、この人はね、もう世界規模です、もうワールドワイド、もう俺のね、一応師匠でもあり、いろいろもうギタリストとしてもね、人間的にも大好きな大ファンでもして、もう話し出したら多分1時間ぐらいかかっちゃうんで、この辺にしてください。オンギタータッチャなんか見えないんで、まあいいや。で、さっきからね、喋ってるのがオンボーカルの、カズです。よろしくお願いします。ね、今回ね、こんなすげえ豪華な素敵なメンバーでちょっと歌わせてもらってるんですけど、普段はね、ビートモニーというバンドでギターやらせてもらって、そこにちょっとボーカルもいるんだけど、12月にもね、ブーナイトとか出る予定なんで、よろしくお願いします。ということで、もう後半残りちょっとなんだけど、次はね、思いっきりノリノリでキレッキレの曲を送るぜ。 Are you ready guys? Are you ready guys?
たの騒ごうぜ、おれ。まさに、いや、まさに何やつ。まさにちょっと間が悪かった今。もう一回行くぞ。いや、今やめます。最後にとびっきりのロックの。